止めるというですね、まあ、ドイツはそのメルケル首相のリーダーシップもあるんですけども、2000年6月の時もですね、2002年にその2年後にですね、原子力法を改正いたしまして、もう原子力法の目的はですね、その原子力を、止めることにあるというですね、そういうあの法の目的も改正いたしました。それから、2011年の時もですね、2011年の確か7月ですだかね、まあ、ドイツのその衆議院と参議院にあたるですね、連邦議会で、法律を通過させてですね、ですから首相のリーダーシップで政策転換するんですけども、それは最終的にちゃんと基本的に法律で、裏打ちもしております。ただまあ日本はあのこの国会の修正ですので、まあ非常にまあ難しいのではないかと思いますね。まあ、それからこの地方行政が止めるということですけど、これはやっぱり個別の駅ごとに止めていくしかないということですね。まあ、新潟県の泉田知事がどこまでまあ頑張れるかどうか。それからまあ司法の力で止めるということで、大井原発3、4号機の去年の画期的な差し止め判決がありですね、今年の4月14日のですね、高浜3、4号機について仮処分のが認められました。ですから、あの仮処分が覆らない限りはですね、高浜産業合金については、まあ、再稼働は法的に認められないわけです。まあ、ただし、上級審でどうなるか、それからそれでも最高裁はあるとかっていうね、昔こうあったんですけど、最近はですね、それでも最高裁はあるとか、菅官房長官ですね憲法学者は違憲って言ってるけど、それでも最高裁はこういう、そういう時代なんですね。それから、まあ、住民投票で止める、ないしは国民投票で止めるということであったもありまして、牧原発はですね、今からもう早くも25年経ちましたが、96年の8月6日の住民投票がきっかけになりまして、2003年にですね、東北電力が建設を断念しております。それから、まあ、これは私が昔研究したんですけども、アメリカのカリフォルニアのランチョセゴっていう原発はですね、今から25年前ですかね、26年前ですね、住民投票で閉鎖される。それからその市場のロジックで電力会社が、まあ、自主的に撤退を選択するんです、ね。まあ、これは個別の判断ということになりますけども、実際にそのイギリスとかアメリカで進んでいるのはこれなんですね。ですから、こういう7つの論理的には私はやっぱり7つのオプションがあるわけです。ですから、やっぱりその反、ね、こう脱原発運動としてもですね、この7つのオプションのうちのどこにターゲットを置いて運動を進めるのかということをですね、きちんと議論する必要があるし、その、原発ゼロを目指すですね、こう、市民版の原子力政策会議を作ったんですけど、中身は非常にいいんですけども、そこのところでもですね、こう原発をどうやって畳むのかっていうですね、そこを、もっとこう議論する必要があるのではないかなと思います。それでですね、まあ、電力が本当にですね、こうあの我々仙台でもこう効率自由化っていう時代が来るとですね、一体どういうことが可能になるのかっていうとですね、我々が電力会社を選べる日が来る。まあ、実際もこれは、ドイツとかイギリスとかオランダとかですね、そのカリフォルニアとか電力を自由化した国ではですね、もう20年前ぐらいからこれはすでにやれてるんですよ。ですからもう日本はもうなんか20年ぐらい遅れてるんですね。まあ、ですから皆さんも例えば電気、電話ですね、電話が昔は80年代の終わりぐらいまではですね、NTT の黒い電話しかなかったわけですよね。電話といえばああいうもんだと我々は思っていたわけなんですけども、今いろいろと自由化されてですね、それで例えば私のうちの場合だったら、家までは皆さんもそこは同じなんですけど、NTT 東日本で、まあ、自宅まで送ってくるんですよね。で、その自宅が、自宅ま
までこう来て、そこからその、固定電話を持ってる人は固定電話のところは光回線とかっていう場合ですね、 NTT 東日本の光回線とか、まあ、私の場合だったらソフトバンクの光回線とか、KDDI を買ってる人もいるでしょう、他の人もいるでしょうですね。ですからまあ、イメージ的に言うとですね、その、そういうその電柱から自宅までのところまではですね、東北電力がこうできてるんだけど、その自宅からのその、どことですねこう契約するかっていうのは、ですから今電話料金についてですね、NTT 東日本の料金プラス、自分が契約しているソフトバンクとか、あれのこう使用料が来てるようにですね、電気のそのまあ基本料金プラス、使った額のところはですね、今度は皆さんが、なんかそういう仙台自然電力とかですね、まあ、選べるんですよ、ね、でどうしても原発が好きだという人はなんか例えば東北アトムサービスみたいなそことずっと契約していただければいいんです。でも私が宮城さんとかですね、それから私は宮城環境と暮らしネットワークの理事長をしてるんですが、2012年の9月29日で一番最初に提起してるんですけども、まあ、選べる。例えばですね、それでミーネットとかっていうね、こう新しい電力サービスをこう作ったらどうかっていうね、こうその後なんか検討進んでるんですかね。まあ、一応ねこう提案しています。ですからそうすると自然エネルギー 100% で 10% 高いなんかミーネット100とかってこう商品なんですね。あるいは半分だけど 5% なんかだけど自然エネルギー 50% ですね、ミーネット50とか、ね、やっぱり原子力が好きな人は原子力 30% で普通料金のアトム30とか、ね、そういうのをみんながですからね、今は原発が嫌いな人もですね、みんな強制的にこの東北電力の電気を使わなければいけないんですね。ですから我々が自分 の, この好きな商品を選べるようにするっていうのが本来の電力自由化で、そこにならないと全面自由化にはならないんですね。で、まあ、ミーネットっていうのですから、あれですね、メロンっていうのは宮城インバイメントアウトリーチ、宮城インバイメントライフアウトリーチネットワークでメロンっていうんですね。ですからそのメロンをあれするとですね、こういう宮城インバイメントエナジーネットワークでミーネットとかって言うんじゃないのか、宮城の環境と暮らしを守るエネルギー小売会社、なんかそういう社会的企業です。これからは社会的企業みたいですね。みんな、それでこのミーっていうのはね、私なんだ、みんなの、そして私の望むエネルギーの未来、いいんじゃない？こっちの方がなんか、消費者の信頼を得られそうな気がするんですよ。それやっぱりやがて東北へ、それでぜひですね、絶対に新潟もまで進出してですね、某電力会社に対抗してですね、その時にはなんか、T ネットとか。で、実際にですね、これなんか、そんなの本当にありとかって思うんですけど、皆さんこのザ・コーポラティブエナジーっていうのをね、インターネットが好きな人は、英語なんですけど、イギリスにですね、こういうね、自分たちは年間そういう、2400だから24ポンドも安いよって言うんですね。ですから、まあ、1ポンド200円として、まあ、5000円、ね、他の電力会社よりも年間で5000円安いと、だから12で割ると、やっぱり400円かな、月400円安くてお得ですとかっていうね、なぜ我々に切り替えるのとかっていう、でまあなんかもっとね、そういう原発はなしとかっていうことはなんかあんまりアピールしてないんですけど、まあ一番は価格でしょうとかっていうね、それからこう自然エネルギーをとかっていうのを利用して、ね、どこが違うかとかってね、これ2014年に設立されてですね、イギリス全体をカバーしてます。それで、まあ、ここはですね、あれですね、イギリスの、電力会社、
これがフランスのですね、電力公社の子会社なんですけども、まあ、そういうところから見ると、このイオンはドイツの資本ですね、そういうところから見ると一番、うちがですね、CO2 が少ないよとかっていうことも宣伝しています。でそういうこの生協エナジーっていうのはですね、まあ、イギリスの例ですけども、アメリカにもですね小売だけしている生協エネルギー会社というのは900社もありますので、日本にとっても夢じゃありません。つまり宮城生協はですね、日本で4番目に大きな生協でですね、それでこう県民の、ね、県民に対するカバー率っていうのは全国1位なんですよね。ですからそういう強力な組織力をですね、宮城生協が誇っておりますので、そういう宮城生協の、組織力を生かすとですね、そしてまあそのメロンとかですね、そういう環境 NGO とか、それからまあ風の会とかですね、皆さんといろいろな形で協力をしてですね、いろいろな方の知恵を借りてですね、いつかぜひこうなんかミニネットっていうのをですね、スタートしたら、それこそが本当の意味での小売自由化っていうことの恩恵をですね、我々が感じることができる機なのではないかと思います。でただしですね、やっぱりそれが本当にやっぱりビジネスとしてうまくいくかどうかっていうことの決め手はですね、この送電網の利用っていうのをオープンアクセスにするかどうか。今は多分現時点でその2016年からの小売自由化っていう時もですね、こういうふうにオープンアクセスにはしないんじゃないかというふうに少なくとも私は理解しています。もしちょっと私の理解が違っていたら、皆さんの方からいやこういうふうな理解ですよというちょっとご指摘いただければ。つまり今ですね、こう託送っていうんですけど、つまりその高圧送電線をですね使わせてもらう料金っていうのを、いわば高速道路の利用料金みたいなものだと考えてください、イメージ的にはですね。そしてそれがキロワットアワーあたり7、8円ですごく高いわけです。つまり、今、風力発電で今、いくらになってますかね、21円ぐらいでしたっけ、風力発電ね、1キロワットアワー。で、21円なんだけど、電力会社が21円で買ってくれるわけだけど、そのうち7円は、電気料金、この託送料金で払わなきゃいけないから、21円で風力発電買ってもらっても、風力発電するところの実質的な、あれはですね、14円にしかならないんですよね、今。で、ですから、これからですね、例えばなんかそういうミニネットとかっていうのをやろうとしてもですね、この託送料金で7円取られるので、ここで商売が不利なんですよ。これがいわばその足かせになる、公算が非常に高いんですね。それからやっぱり徹底的な自由化ということになるとですね、今イギリスなんかでやったわけなんですけども、やっぱり発電と送電と配電とこう大きく4つに分かれるんですけども、まあ一番こうラディカルなケース、極端なケースというと、この4つそれぞれをこう分割するのがまあいいと思います。で本はやっぱりでも供給の安定性がっていうのはですね、結局この大きな送電網が一番問題なので、本当はここはですね、日本送電とかっていう形でも一貫しちゃってですね、それで静岡のところで、50Hz と 60Hz の関所がありますけど、ああいう関所なく、それから北海道と、津軽じゃない下北半島ですね、本州四国のところのあそこにも関所があってですね、60万キロワットしか送れないんですけど、そういう関所をなくすっていう意味でですね、なんかそこはもう日本送電とかっていう風な形で、一本化したらいいと思うんですけども、ですからその発電会社も自由化すると、それからまあ配電は一定程度の規制をした方がいいんじゃないかと思うんですけども、まあ、いずれにしろこの小売りとやっぱり発電とですね、こう自由化するっていうことが大事だと思います。まあ、ここまで、この
少なくとも 発送電と小売というのがですね、こう自由化するかどうかということが、まあ、ポイントだと。それでは、80分ですよ。今は何分ですか？もう80分なんですよ。ちょっとあの5分とか、ちょっと駆け足ですね、ちょっと。あの高齢病の放射性廃棄物の問題をちょっとね、こう話させていただいて、むしろ皆さんの方からいろいろご批判を、いただければと思いますし、まあ、明日、なんか、あの政府側の説明があるそうですのでね、なんか皆さんの方に、明日、ちょっと駆け足になりますが、まあ、あの、2014年の4月現在ですね、日本にはガラス固固体が2万5千本もあるんですね。この2万5千本もあるガラス固固体換算でかな、まだ最初にしないのも含めてだと思うんですね。ですからまだガラス固固体になってないものも含めて、ガラス固固体換算でなんか2万5千本分の使用する確率とかあるんです。でですね、この使用済み核燃料のこう貯蔵状況なんですけども、まあ、問題はですね、この6カ所からのこのプールに3000トン、貯蔵できるんですが、そこがもう 95% ぐらいですね、もう満杯なんですね。それから古い原発、比較的古い原発ほど、容量がですね、こう限界に来ていまして、逆に言うと、ですから現在のですね、原発が動かない状態っていうのは使用済み核燃料も増えないわけですので、いろんな意味でやっぱり合理性がある。特にこの古い原発はもう、ね、あと3年ぐらい、まあ、最近のですね、やっぱりドイツなんかもそうなんですけども、再処理をせずにですね、まあ、乾式で、貯蔵する。実際に福島第一原発にもですね、乾式の貯蔵施設があって、でそれが津波で、波はかぶったんですけども、あまりダメージがなかったということでですね、やっぱり乾式が改めて安全だ。つまり貯蔵プールに入れておくとですね、定期的にこう冷やさなければ、冷やしているわけなので、この間の福島第一原発の4号炉のようにですね、電気がストップすると、プールではこう冷やせなくなるわけですね。空気でこう冷やすというのは、まあ、そういう意味では、非常にその相対的に安全性が高いわけです。ここに長所が書いてありますね。まあ、ですから、まあ、原発の施設の近傍で乾式貯蔵をするのが、まあ、とりあえずのこう有力な方策ではないかと思います。ただし原発の施設の近傍に置いて長く置き続けるということはですね、原発建設の時に使用済み核燃料をですね、できるだけ早く、他のところに持っていくということを約束していますので、約束違反だということになる。ですから、まあ、こう監視貯蔵してもらっている間はですね、こう核燃料税を支払い続けるとかっていうですね、そういうようななんかこう、まあ、ちょっとこう不可的な条件が必要なんですが、それからまあ、むつ市関根浜の中間貯蔵施設も、とりあえずこう第一段階のほとんど完成してるんですけども、もう少しこう作れるので、あそこを拡充するようなことも、まあ、非常に現実的だと思います。それから東通り村にはですね、まあ、20基分の建設用地があってですね、これはすでに東電と東北電力が持っていてですね、で東電はもはや原発はこう作らないだろう。それから活断層の問題があるので、東北電力も東通り2号機の建設というのは、まあ、難しいのではないかと思いますね。そうすると、この東通り村の土地をですね、
どう活用するかということで言うと、ここもなんかあんまり地盤は良くないっていうことらしいんですけども、まあ地下に埋めるのはいろいろ問題があると思いますけど、まあ、中間貯蔵施設は作れないだろうかっていうことはあり得るのではないかと思いますが、まあ、青森県としてはですね、ますますその、その核のゴミだけが集まるということでですね、青森県としては納得できないということにもまあなるでしょう。それから海外の場合はですね、そのフィンランドで、そのオルキルオート原発の隣なんですけども、オンカードってこれはあのフィンランド語で隠された場所っていう意味らしいんですけども、3年前に着工してですね、2020年から受け入れ開始予定なんですが、ただここもなんか地下水が、まあ、あの結構染み出してきたりですね、なかなかいろいろ問題があるようであります。スウェーデンも、まあ、原発の近くに、まあ、作っていましてですね、まあ、やっぱりどうしてもこう原発の近くということになってしまうのかもしれません。で、まあ、あの日本学術会議ではですね、そもそもは2010年あの福島事故前なんですが、2010年にですね、こう原子力委員会から、高レベル放射性廃棄物の、最終処分場がですね、なかなかこう進んでない、これから進む見通しもないので、なんか落ち着拝借ということでですね、まあ、原子力委員会としてはその、まあ、リスクコミュニケーションとか言うんですけども、まあ、こういうような方向でですね、まあ、パブリックアクセプタンスというんですか、PA 活動ですね、広報活動なんかこういうふうにやったら、理解してもらえるんじゃないかとかっていうような、そういうことをどうも考えていたようなんですが、まあ、たまたまですね、この日本学術会議のこの委員会は、社会学者が3人ですね、私含めて社会学者が3人入っていたんですね。でこの3人の社会学者は、まあ、あの割と真面目にこうやったんですね。それから、まあ、やっぱり福島原発事故前とですね、事故後で、まあ、事故前はですね、ちょっとこう推進的な立場、推進的な発言をしていた方もですね、非常にこう批判的な立場にこう変わったりとかですね、まあ、やっぱりその福島原発事故っていうのは非常に大きかったと思うんですが、で2012年の9月にですね、非常にこうこれまでの日本の原子力行政について大変批判的なんですね、これはインターネットで読むことができます。ぜひお読みいただければと思うんですが、これまで その日本の原子力政策のですね、まず反省が最初であってですね、これまでの原子力行政のあり方について反省抜きに、どっかで引き受けてくれとかっていうのはなんか本末転倒じゃないかとかっていうですね、非常にこう、大変厳しいトーン の、回答をですねしまして、その本堂修介当時の原子力委員会の委員長はですね、すごくこう頭にきたとかっていうふうに考えていたんですけども、でですね、そこで我々がまあ打ち出したこう考え方はですね、そのやっぱりいきなりその、地中職、地下300メートル以下のところにですね、処分っていうのは基本的には掘り返さない、だからもう掘り返さないで忘れちゃうっていうこと、管理をしないんです、処分っていうのはね。ですからあれもそうですけどね、この宮城県に今の特定放射性廃棄物の候補地があります、あれも処分なんですよね。ですから処分っていう言葉は管理をしないっていう意味ですかね。でそれからやっぱりそのなかなか合意が進まない一つの理由はですね、そういう高レベル放射性廃棄物の処分地が見つかるとですね、その見つかったことをこう幸いとしてですね、どんどん原発が増えていくということについての警戒心が あるじゃないか。ですから結局その日本の要するに、原発はですね、これからどうするのかということについて、やっぱり
原子力政策をちゃんと基本的に明確に作ってですね、無限にこう拡大するというわけではないという、その総量管理ということをしないと社会的合意進まないし、一気に地中処分ということでは合意しがたいので、とりあえずその、合意形成できるまでとりあえずできることはですね、暫定保管ということではないでしょうか、この2つを、掲げたわけです。そしてやっぱりその世代間公平ということがこう、大事なんだけど、ただし根本的にですね、現世代というのは将来世代に対して高レベル放射性廃棄物に対してですね、どういうふうにやっぱり世代責任を果たすことができるのか、それは基本的に原理的に不可能ではない。まあ、あの仙台にいるとですね、あの大崎八幡神社だとか、410年前ぐらいですね、伊達政宗がうんぬんとかっていうね、そういうものがこういっぱいあるわけなんですけども、皆さんですね、400年後にですね、400年前の人たちが1960年代から、2011年頃までですね、なんか原発とかっていうのに夢中になって、それが、400年後の我々に残されてるんだよとか、ね、で400年経ってその使い方を考えてくれとかっていうふうに言われてもですね、我々としてはなんか400年、ね、その400年後の世代はですね、400年前のあいつらはなんてバカなことしたんだろうとかっていうふうに思うんじゃないでしょうか。つまりこれは原理的にですね、倫理的に世代責任を我々果たせないんですか。果たすとかっていうのは幻想なんだと。しかしでも結局出てきてしまった分をどうするんだろうか。で結局まあいろんな、やり方はあるんですけども、前提としてですね、やっぱり海外に何かモンゴルがとかですね、それから何かやっぱりロシアが引き受けるんじゃないかとか、いろんなこう議論があるんですけども、基本的にですね、バーゼル条約かな、有害廃棄物の国外移転ということは基本的に禁止されているので、海外には出さないというですね、それから、宇宙空間とかですね、それからその深海系だとか、そういうこともなしということで考えるとですね、結局は、あと長期的なテロとかということを考えるとですね、これについてご批判もあるかと思うんですが、結局最終的には私はやっぱり地中処分するしかないのではないかというふうに思います。ただしやっぱりもうテロのいろんなリスクとかですね、まあ、一番多分危険なのは人間なんですよ。ですからこれはいわば一種のこうブラックなんとかっていうふうに言うらしいんですけども、そういうまあ使用済み核燃料であれですね、ガラス固化体であれ、なんかテロリストがそういうものを撒き散らすとかっていうことをですね、なんかこうそういう恐怖の材料にするとかっていうこともあり得るわけなんですね。まあ、その意味ではやっぱり長期的な安全性ということでいうと、それから、地震っていうのもですね、こう地中一定程度深くなると、地震ものからも相対的に安定だということとかですね、それから地下水がこう300メートルとかですね、こうあれとするとこう仮に地下水に染み渡ったとしてもですね、それは地上に出てくるまでは非常に時間がかかるとかですね、そういうふうに考えると相対的には地中処分というのが相対的にはやっぱり安全なのではないというふうに私は思います。学術会議のようなこう議論ですね。まあ、ただし一体日本でどこが引き受けるのかっていう大問題があります。まあ、いろいろちょっと問題はあるんですけども、それでやっぱり今のような札束ではやっぱり難しい。でですね、結局まあ日本学術会議でいろいろ検討いたしましてですね、それで先ほどこの9月11日の回答とですね、4月24日に提言を公表してましたが、学術会議のサイトで、読みますので、ね、お読みいただければと思います。で新提言のポイントはですね、結局まあ、一番違うのはここなんですね。この我々は暫定保管ということをこう言っていまして、ここが国の明日の話とここは違うんですね。
ぜひですから明日はですね、日本学術会議が暫定補完ということを言ってるんだけど、日本学術会議が考える暫定補完ということどう思いますか。そうするといやあれはとかっていう。この間ちょっと原子力委員会に呼ばれてですね、原子力委員会でちょっと議論したんですが、私は今我々が、やれる最も良心的なことは暫定補完しかないんじゃないでしょうかとかって言ったら、なんか岡原子力委員長なんかはなんか非常に不満そうな顔をしていました。ですからまあ国側はですね、回収可能性を担保した地層処分ということを言ってるんですけども、回収可能性とかということは言っているんですが、でももういきなり地下300メートルにっていうのがあの国側の方針ですね。ですから、30年から50年くらいですね、その合意形成のための時間を設けてですね、ゆっくり、まあ、慎重に検討すべきで、そのためにはですね、地上に、地上で暫定保管をするというのが、まあ、学術会議のアイデアで、私自身はですね、現時点で最も、まあ、言える良心的に言えることはここら辺なのではないかっていうふうに、まあ、私自身は思った次第なんです、考えた次第なんですけども、まあ、皆さんからいろいろとご批判があればですね、いろいろご批判を受けて、じゃあちょっと長くなりましたが、お話をここまでお受けさせていただきます。時間ぜひ時間の許す範囲でいろいろご質問とかご批判ご意見いただきたいと思います。